いたします大大大大環環境境副副臣臣はいい委員長環境副大臣を務めておりまますすでございます宮沢会長はじめ、理事、委員の皆様には引き続きご指導賜りますよう、よろしくお願いいたします。はをせ今回気気候候変変動動動対対策策めぐる国際動向及び日本の気候変動対策とのと との説明項目を頂戴しておりますので、お手元の資料に沿ってご説明をさせていただきます。まず1ページを開きく,ください、目次でございます。2ページ目をご覧ください。気候変動対策の現在地点ということで、1.5度の気温上昇抑制と整合する2030年グリーンハウスガス排出量と、すべての NDC、国が決めた貢献ですね、が実施された場合の2030年排出量には、 まだ大きな開きがありまして、1.5度目標に向けて世界全体で早く大きな排出削減をしなければなりません。次のページご覧ください。気候変動対策の現在地点をグローバルマーケットについて示したものでございます。昨今、グローバルに ESG ファイナンスが拡大しているところでございまして、炭素中立型の経済社会変革の実現に向けて、 ファイナンスを呼び込む活用すするととといいうことが必要となってまいりまり、まあ、そのため、脱炭素に向けた経営戦略の開示、目標設定を行うことや、グリーンファイナンス、トランジションファイナンスを適切に組み合わせて推進していかなければなりません。4ページ目ご覧ください。脱炭素社会実現に向けたトランジションファイナンスについての参考資料でございます。トランジションファイナンスは、 長期的な戦略にのっとった温室効果ガスの削減の取り組みに対して資金供給をしていくという考え方でございます。5ページご覧ください。最新の科学的知見について書かせていただいております。昨年から今年にかけて IPCC 第6次評価報告書第1、第2、第3作業部会の報告書が公表されております。ご覧のとおりでございますが、第1作業部会では人間の活動こそが、 温暖化の原因であると断定をしております第2作業部会におきましては、人員起源、まあ、人の活動由来の気候変動は、極端現象の頻度と強度の増加を伴いまして、そして自然と人間に対して、広範囲にわたる悪影響、それに関連した損失と損害、自然の気候変動の範囲を超えて引き起こしているということが言及されております。 第三作業部会です。こちらでは、温暖化を1.5度に抑える経路、そして温暖化を2度に抑える即時の行動を想定した経路では、世界のグリーンハウスガグリーンハウス,ガスー排出量を遅くとも2025年以前にピークに達すると予測されております。6ページ目をご覧いただきたいと思います。これは昨年の COP26 の概要でございます。イギリス・グラスゴーで COP26 が開催されまして、 岸田総理、そして山口大臣が参加をいたしました。我が国の新たな2030年度の削減目標、100億ドルの追加支援などを表明いたしまして、多くの参加国や機関から高い評価をいただきました。次のページ、7ページ目をご覧いただきたいと思います。これが成果でございます。COP26 におきましては、最新の科学に基づきまして、1.5度目標に向けて緩和策および適用策のさらなる強化、 を提案国にに求めるとということになりましたままたた長年のの宿題でありましたパリ協定6条の市,の市場メカニズムによるルールこれも合意に至りました。えー、このことによりまして、パリルールブックが完成いたしました。まあ、その他には、えー、化石燃料、まあ、ガソリンとかですね、の補助金をやめることなどを決めてきております。我が国を含め、各国のさまざまな主張を踏まえた上で、まあ、このような合意はまとまったという意味で、非常に大きな成果があったと考えております。 8ページ目ご覧いただきたいと思います。これ、先ほどの経産省の資料にもございました、各国の削減目標のは次のとおりでございます。9ページ目ご覧いただきたいと思います。これも先ほど、経産省の資料と重複しております。ご覧いただければと思います。次は10ページ目でございますが、まあ、それでは我が国の気候変動対策、何をやっているかについて、以降、ご説明を申し上げます。11ページ目ご覧いただきたいと思います。我が国の温室効果ガスの削減の中期目標、 と長期目標でございますこれはもう先生方ご,ご承知おきのとおり、2030年において、2013年比46%減、そして2050年にはカーボンニュートラルを目指してまいりたいと考えております。ウクライナ情勢を踏まえても、我が国はこの目標を堅持してまいりたいと考えております。12ページ目ご覧いただきたいと思います。これらの目標に向けまして 昨年10月にはパリ,パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略、そして地球温暖化対策計画等を閣議決定いたしました。パリ,パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略としましては、えー、2050年のカーボンニュートラルに向けた基本的な考え方やビジョン等を示しております。地球温暖化対策計画につきましては、地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画でございまして、 2030年度削減目標の裏付けとなる具体的な対策や施策を示しております次の13ページご覧いただきたいと思います地域脱炭素のロードマップでございますこれは地方から始まる次の世代への移行戦略と称しまして2050年のカーボンニュートラル2030年度目標の実現に向けて特に地域とですね ま地域に特化をして、地域の取り組みと密接に関わる暮らし社会分野を中心に議論をするために、国、地方、脱炭素実現会議を実現をしまして、このロードマップを決定いたしました。まあ、今後5年間かけて、集中対策を進めまして、カーボンニュートラルを2030年に前倒して実現する脱炭素先行地域づくりや、全国で屋根置き太陽光やゼロカーボンドライブなど、 重点対策を加速してまいりたいと考えております。14ページご覧いただきたいと思います。特に脱炭素先行地域につきましては、2025年度までに100か所以上を選定をしてまいりたいと考えております。近く第1弾を発表してまいりたいと考えております。15ページご覧いただきたいと思います。地域脱炭素移行再エネ推進交付金についてでございます。地域の脱炭素に向けて、地方自治体に対して、 200億円の交付金をを用意をさせていいいいたたたただだききまました16ページご覧いただきたいと思います、まあ、現在、審議中でございますけれども、株式会社脱炭素化支援機構の設立による民間支援の、民間投資の促進を進めてまいりたいと考えております。17ページご覧いただきたいと思います。まあ、こうしたです、ね、地域脱炭素の実現に向けて、課題などのご意見を受けるために、大臣以下、 副大臣政務官、政務三役で全国9ブロックでの意見交換を実施をいたしました。約8割の市町村から各自治体の脱炭素の取り組み、今後の脱炭素事業への意気込みなどをお話をいただきました。また、財政支援や各省連携など、脱炭素政策全体に関わるご意見、そして地域脱炭素の個別政策に関するご意見もたくさんいただきました。これ以降もです、ね、コロナの状況を踏まえて全国47 都道府県、しっかり全員で回ってですね、意見交換をしてまいりたいと考えております。18ページご覧いただきたいと思います。併せまして、各産業界との意見交換をやっております。大臣か西部三役で各業界のカーボンニュートラルに向けた取り組みや課題について、意見交換を現在進めている最中でございます。19ページご覧いただきたいと思います。金融における気候変動対策の主流化をと書かせていただいております。 地域のみならず、金融の取り組みも進んでおりまして、国内におきましては、大手金融機関、機関投資家による取り組みが、グローバルな流れと呼応しながら進んでおります。また、地域金融機関におきましても、地域の企業とともに、炭素中立型の経済社会への変革を自らの経営課題として、取り組みに着手していただいている、まあ、多くの銀行が生まれてきております。20ページご覧いただきたいと思います。 サプライチェーンを含む脱炭素経営の進展についてでございます。ESG 金融の拡大に伴いまして、資金が脱炭素に向かい始める中、投資家やサプライヤーへの脱炭素経営の見える化が、企業価値の向上やビジネスチャンスにつながる時代へと変革しつつあります。また企業は自分の会社だけではなくて、サプライチェーンの上流や下流まで含めた、スコープ3と言われる取り組みが求められるようになってまいりました。 21ページご覧いただきたいと思います。カーボンプライシングです。カーボンプライシングの現状と今後の方向性について書かせていただいております。2030年度の削減目標、そして2050年にはカーボンニュートラルを実現するとこれ、このためにですね、カーボンプライシングの検討も現在進めております。昨年12月には、中央環境審議会のカーボンプライシングの活用に関する省委員会におきまして、 ポリシーミックスとしてのカーボンプライシングの方向性というものが取りまとめられております。22ページご覧いただきたいと思います。これは我が国のエネルギー課税の現状についてでございます。もう先生方ご承知をおきのとおり、上流においては積積税、そして中流においてはガソリン税等、そして下流におきましては、これは使用者、石油製品を購入する人にかかる税として、航空機燃料税等、 ななステーージジで課税がなされておりまますす23ページご覧いいいたただきたいと思いますエネルギー価格の国際比較でございます。一部経産省の資料と重複しておりますが、まあ、電気料金について、えー、我が国は、えー、他国と比べて、まあ、税額は低いんですけれども、まあ、本体を含めた料金は比較的高いという特徴があります。また他国と比べまして、産業用と家庭用の価格差がないというのも、 一つの日本の特徴でございまして、まあ、それらをご参考いただければありがたいと思います。24ページご覧いただきたいと思います。市場メカニズムの拡大、JCM についてでございます。脱炭素社会の実現のためには、まあ国内、国内の取り組みに加えまして、新興国、開発途上国を含めまして、世界全体での排出削減が求められております。各国で協力をして、削減ポテンシャルを最大化してまいりたいと考えております。 我が国は、この JCM のパートナー国の拡大、そして国際機関と連携した案件形成、実施の強化を進めております。そして、2点目で、民間資金を中心としました JCM そのものを拡大をしております。そして各国の政府関係者等における体制準備や能力構築を進めております。ここうしししたたとを通じままてで決めました ここの市場メカニズムこれをを世界的な拡大に向けてて努力しまた我が国は、アジア諸国のカーボンニュートラル実現に向けて、ASEAN 諸国のパリ協定に基づく長期戦略目標の策定の支援、そして国内都市の有する脱炭素都市づくりの経験やノウハウを、海外都市に移転する都市間連携事業によって、さまざまなセクターの取り組みを支援をしております。 2050年カーボンニュートラル、2030年削減目標の実現は簡単なことではありません、環境省としても、あらゆる分野で、あらゆる施策を総動員することで、この脱炭素社会の実現に全力を尽くしてまいりたいと考えております。